皆さんこんにちはこんにちははいありがとうございます今日も捕獲問わずのお時間がやってまいりました沖縄市議会議員の中曽根誠でございますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいはいありがとうございますさあ今日はですね今日も、えー、もう定番じゃないあとお一方いるんですが遅れております、はいえー、進行はですね FM 講座山内です。はい、そしてアシスタントは上条美希です。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> さあえー、っとですね本来であれば今日この捕獲問わずという番組ですがはい、えー、保守系議員中曽根誠さんはいそして革新系議員桑谷直也さん。うん 遅れておりますが、はいえー、この二人がですね、メインとなってですね。保守革新問わず、捕獲問わず、えー、沖縄市をもっと良くしていこうではないかという趣旨のもとをお送りしている。うん、政治的エンターテインメント、トーク、バラエティ番組でございます。はい、でありました。デイジ忘れ物した。なん,なんですか。何ですか。ちょっと待ってね。今。持ってきててラインしていい。今。<笑><笑>すみません。 今必要な忘れ物です今僕が決まったのを追ってまで <laughs> <laughs> 持ってきてほしい忘れ物 <laughs> <laughs> はい<う>はいという感じで今日もですね、えー、7時まで生放送でお送りしていきます皆さんまたですね今日はあのー、いろんなメールとかですねあるいはコメントそして、えー、先週起こった沖縄市にまつわることなどなど、うん を、えー、トピックスに上げながら今日も、まあ、激論が期待されますねまこつさん、はい、そうですはい、えー。よろしくお願いしたいと思いますこの番組ではいろんな皆様のメールコメントなどなど募集しておりますメールアドレスは761アットマーク FM コザドット JP までよろしくお願いしますはいよろしくお願いします皆さん、えーとですね、ツイキャスユーストリームからも参加 どしどしお待ちしております。受け付けておりますので、よろしくお願いします。さあ、今日も張り切っていきましょう。カクトワーズ。スタートでございます。はい。なんか <laughs> な。なんか言うかなと思ったら。みき <laughs> <で>ちゃんが。なんか。どうしようと思った。っら <laughs> <laughs> 決まったような。たどたどしいような。<laughs> オープニング。そうだね。

お送りしております捕獲とワーズでございますこの番組は FM 小座よりこの後7時まで1時間生放送でお送りする政治的トークバラエティ番組でございますさあ本日も張り切っていきましょうねお二人はい,はいえ今の気合の抜けた気の抜けた声が中曽根真子さん <laughs> そして気合が十分入った声が上条美希ちゃんでございますはいはい <laughs> 最近ね、はい、この不愛とかね、うん、なんか。<laughs> メールでね、おーおーみたいなね、うんうん、気の抜けた返事がブームですよね。そうですよ、ね。そすかね。いつも気合入ってますよ。違いのその、うん、そういう言い方ブームですよね。あ、そう。うん、そっか。なですか、これ。 何ですかね。あれです。この気合入ってるのが恥ずかしいんです。よ分かりますか。今にもなった。中学生とかならわかります。まだもう中学生で止まってますからね。そういう心理なのかな。ですね。あのほら。心霊スポットに行ったりですね。ああ、はいはいはい。そういったのはね。中二病ってですか中二病ですから。しょうがないです。今来たか。そう。置き直し大丈夫なんですか。大丈夫ですよ。はい。 てさあき今日はですねちょっとメール祭りとしてですね皆さん今まで来たメール結構たまっているので、うん、それも紹介しつつ、うんえー、ちょっと先にトピックス今週あ先週ですね先週起こった、えー、ものこと沖縄市にまつわることをちょっと紹介していきたいと思います。はい えさあ先週ですね6月1日木曜日の沖縄タイムスのこれは総合面1面ですねからの記事でございますすごいですよこれ絵もついててまるで近未来子供の国広げて楽しく 沖縄市が子どもの国の拡張計画を進めています、うん、2026年までに動園の敷地を現在の16ヘクタールからおよそ2倍の29ヘクタールにして展示内容を大幅にリニューアルするという予定です、うんえー、檻がない自然な状態で動物を見せるほかジャングルゾーンなど6つの特色ある展示ゾーンを設け収穫 集客力を高める、えー、狙いがあると、うん、で沖縄市を訪れる、えー、観光客の伸びに伴い近年、外国人を中心に来園者が増加していると、うん、施設が手狭になってきたことから市は2016年3月に拡張の方針を盛り込んだ施設整備基本計画をまとめました。で、江市長も 日本一ユニークな動物園にするとしているとのことでということですよはいはい。遅れて登場でございますはいはい今週もよろしくお願いしますメインしてるよメインしてるねミルクが飲みたいよ今ちょっと話聞きながらミルクをあげてくださいねどういう状況 いいんですよ。あのー、議員がね。やっぱり自ら子育てをするというこの何て言うの、うん、率先してる姿を見せるという。うん、今回それが多分狙いだと思う,う。僕は思ってるんですよ。<っ> <laughs> じゃあ僕も来週つれてきて共感 <laughs> の狙いですよ。好感のね。うん、そうなんですか？ 家,家,家庭の事情だ <laughs> <laughs> リアル。<laughs> リアル。リルすぎるな詳しく聞いてはいけないあれですかそうですね、もうちょっとね、<laughs> 奥さんが今ね、お家にいないということで <laughs>。何回説明しても突っ込まれるね。<laughs> <laughs> 君たちは本当にちゃかしてね。さあさあ、このえっとね、皆さん、ぜひですね、タイムスとか撮っている方は、総合面見ていただきたいんだけど、絵が素晴らしい、この、な、うん何ていうの 近未来的、はい、見えるかな皆さんちょっともしあれだったら回してもらってこれね新聞見ましたこれ拡張するっていうことは、うん、周りのお家とかか壊されるんですかあのですねこの拡張する部分は、うん、北中城村側だわけ、うん、で沖縄市の NBC とかあるさそこの裏側で北中城村の島袋小学校の裏側で山だわけさん、うん、あ山を潰すんですか潰さない 方向も考えて面白い面白い山が子供の国になるんですか？そうそうそれで自然展示だからできるだけこの自然な自然を理解しつつ結構にワクワクする整備すると本当ですねあじゃ野生の猿がそのまま住みながら住みながら展示みたいな状態で見れるっていうことそう作用でございますだからこういう丸いなんかあの上を通るみたいなモノレールチックななんていうのこれ本当だ。 これでもあくまでイメージなので、この通りになるわけではないです。あ、そうなんですか。なんか夢を壊さないでください。現実的だね。これ誰の夢ですかこの絵は。これはとりあえずこの企画しているプロジェクトのイメージ図です。ああ、夢だったらじゃあもっといっぱい描けばいいのにね。一応は現実的ですよねこれね。だから現実的なんですよ。そうですよ。とりあえず計画するときは夢を盛り込むんですよ。 昔あのさ子供の国回る自転車があったわけ覚えてませんええターぐらいの高さをこいでガーってレールの上回れるやつ国え子供の国にあったわけさいみたいですなそういうので見れる感じも面白いのかなあでもいいですよねちょっと違うこの視点普段歩く違う視点から見るというのも面白いですねまたその自然展示っていうのに本当にこだわってもらえたらまた面白くなりそうな感じですけど おーお<い>、若者女の子好きだね。<laughs> 観光客ですかね。観光客ですか。<laughs> 子供の国に行ってください。子供の国に行きましたわね。もう閉まってるよ。さあさあそういうことでちょっとねやっぱあの子供の国はワクワクしますね、うん、これからずっと。はい。うん、楽しませてもらいたいなと。バイバイしてる。思いますが。はいすみません。 ただこの自然展示になった美樹ちゃん余計行かないんじゃないかないやそんなことないですよ本当ですかはい私ねこの体験型も面白そうだけど本物の動物がいると子供の国に興味がある面白い動物がいっぱい増えて動物園っぽくなったら楽しそうさもっとそうですねそういう工夫もしながらねやりますんではい いやしかない一回だから行きましょうよ。そうですね、そうでしたね。まだ行ってないの？はい。違いますよ。あのリポーターするっていう計画ですよね。ああ、そうだね。うん。あではないんですか？どうなんですか？リポーターしたいですね。何の話？録音して？いや、生中継がいいな。生中継。あ月曜日の夕方ですよね。そうそうだからちょっと特別に入らせてもらって。そんなことできるかな？ダメかな？オッケーオッケー。ね。生中継。 いいんじゃないですか。オッケイオッケイ。あ、そういう話ではなく。でも三十一時間で回れる。大丈夫か。うん、もうポイント決めて、うん、あと園長とも話しながら。はいはい。うん、いいんじゃないですか。うん、さあ、えー、続いてこちらの記事いきたいと思います。<laughs> これはですね、五月三十一日水曜日おこちらも沖縄タイムスですね。えー、地域面からでございます。沖、え、縄、ー、沖縄市観光物産協会が えー、公募したということで、うん、新しい事務局長に山田さんということです。<ー>山田これは一さんかな、えー、沖縄市物産振興協会は25日、えー、市民会館で通常総会を開き、全国から公募した事務局長に、那覇市の山田一成さんかな、これは53歳、えー、大阪府出身とのことですが、選ばれたと発表しました。 同協会は市が10年ぶりに行った2015年度の会計監査で不適切な会計があったことが判明それでですねえ前事務局長は昨年借り払い金を全額返還し退職したということで購入は不在のままだったとのことですで新しくその まあこの山田さんという方一般公募して選ばれたということですが、これはどなたが詳しいですか、マコさん？<laughs> <laughs> やるって言ったでしょ<や>メールでもでもそんなに詳しくないんだよね。あの要は、うん、まあ去年の,の狙いは何ですか狙いは去年のこの、うん、まあ問題があってはい、はい、まあなんていうんですかね。 そういうい会計的なミスといいますかことが問題が起きないようにまず事務局長と事務局次長の2人体制にしてしっかりこう監視し合うと言ったら言葉が悪いんですけどまあそういうチェックできるような体制で新しく観光物産振興協会スタートしていきたいというのがあってですねでやっぱり沖縄市はまあ今後、今ねあの観光客も通っていらしたんですが。 少しずつ観光客増えている状況にありますのでそういった面でも、うん、まあやはりさらに力を入れてですね、うん、観光の振興をしていきたいということで、うん、全国から攻防をしたとその中でこの山田さんはいろいろじゃらんとかだったかなそういういろんな観光、うん、まあ旅行系の仕事もなさってたというような話も聞きましたのでそういう意味では全国にネットワークがある方だと思いますので。で その辺をねしっかり活用して、うん、どんどんお客さん観光客の皆さん来てほしいなというところでございますね。ジャラをを作ってたっててたことですか雑誌をあの詳しくは聞いてないんだけどさあ<ー>僕も昨日初めて会ったんですよ。お<ー>昨日あのちょっと視察してきてから<ー>あのバス高速バスをその時にいらしてて。 だから意識の高い方だなととっても思ってですね関心の高い方だなと、えー、だから個人的にはとっても楽しみに期待をしております僕もよくは知らないんですけどこういう観光協会というかそういった、まあ、外郭団体になるのかな新の、うん、それがこんなやって一般公募でこういう事務局長って結構なポストじゃないですか、うん、そこに入るというのはあるんですか、うん 割とあ,るとあのー、まあよくも悪くもねやっぱり知り合いとかが入ったりっていうパターンもあるさねいんこ採用ではないんだけれども、うん、ああいう人材いるよっていうことでじゃあちょっとみたいな流れが多いかなって思うんですけど今回はもう本当に全然沖縄市にね関係ないといったらあれだけど、うん、そういう方を、まあ、能力重視で選んだっていうところはやっぱり意義があると思います。なるほど なオさんはなんか意見ありますか？いやいやあのまあやっぱりね結構報酬もね結構高かったですよね。確か報酬どんなかな？確か七百万ぐらいかなり年間結構あの報酬としてもいい額であの募集してたと思うのでやっぱりそれなりのね人材が集まってきたのかなと思います。やはりあのまあ今後まあ様子を見ながらね。 見ていいいきたいと思います <laughs> まあどういう働きをするかね、前回のね、まあ、先ほどおっしゃってたようにやはり会計で不正というか、はい、そういうものがあったので、まあ、それをどう改善するのかそういうのもちゃんとあのまだこの状況についてはちゃんとした説明がなされていないので、うん、どう改善したのか、うんうん、ましっかり。 あの報告は受けたいいなと思いますで一応ほとんど沖縄観光協会大体、うん、年間1億ぐらいの予算があるんですけどほとんんど沖縄市の補助金なんですよそういう面からするとやはり、まあ、不正な支出等があるとね、うん、やはり税金の使い方として問題があるのでやはり沖縄市議会としても、うん、この観光協会に関しては、まあ、ちょっと しばらくは厳しい目でうんまあ見ていかないといけないかなと思っています、うん、ちなみにですね、協会の2017年度予算はおよそ9300万円で <laughs>、うん、市からの受託事業が減り前年度と比べておよそ2000万円減少したということですね予算自体あ、補助金自体は減らしてますので。これはやっぱり そういうことがあったから減らしたんですか。それとも授業に関係あるあれで方針でないとは言えないけど、要は授業をカットする部分もあったので、これはちょっと費用対効果も減少はされていると思うんですけど。別にこの不正とかじゃなくてですよね。はい。うん。どんな感じです。なるほど。はい。わかりました。なんですか。なんか言わ。二人とも声が詰まりますね。何ですか。なんか言えないことがあるみたいに聞こえるんですよ。 いや、ほとんど沖縄市の税金で賄ってます。そうなんですね。ね、ね、そういう団体では。なんか言ってほしいのがあるの？え、ない、何もないです。なんか変な間があったか。二人って二人のことですよ。あ、そうですよ。僕じゃないですよ。全然何でも話せますよ。そうなんですか。え。いや、これはもう与野党関係なく、あのやっぱちょっと厳しく見ないといけないねっていう話はしています。 やっぱ人事の話だからなかなか言いにくいんですよね、私たちも言い悪いというのは今からですもんね、本当にいろいろできればこちらにも来てもらって、そうでぜひそれ、いいと思いますね、ぜひ事務局長来ていただいて、追及というよりはぜひ頑張ってほしいなというエールは送りたいと思います。ぜぜひひ よろしくお願いしたいと思いますそれでは CM の後ですね、はいえー、皆さんのメール読みたいと思います、はい、それでは CM じゃあこッコかなと思わなかった一瞬全然思わないですよごめんね俺一瞬思ってからとっても綺麗だけどこッコではない <laughs> こッコだったらめっちゃ声かけようと思った <laughs> 友達でした友達じゃないけど <laughs> <ー>友達になりたいじゃん <laughs> さあお送りしております「おかくワーズでございます。えー、っとですね、後半戦はですね、いろいろと先週から先週までのメール、あるいは今週のメールも来ておりますので、そちらでちょっとお話ししていきたいと思います。まずはちゃんおかさんのメール、これは今日来ています。えー、紹介したいと思います。2人とも聞いてくださいね、ちゃんと。はい 今、直哉さんの子供がですね、<coughs> うん、パンから続けて手を食べようとしてるんですよ。<laughs> 手は食べないでね。いいねさあいきます、まこ <laughs>、はい、先生、直や先生、ミッキー秘書、山内さん、捕獲問わず、フリークの皆さん、こんばんは。こんばんばは <laughs> 本日もテーマトークの合間の箸休めトークで活用していただければと思いいます <laughs> お気遣いありがとうございます <laughs>。<laughs> 子供の町沖縄市も来年以降小中学校で道徳の時間が特別の教科に格上げされるようですがこれを機に考え議論する道徳に転換され教育の現場サイドではさまざまな取り組みが実施されています私自身も知り合いの方から新たな取り組みとして授業内容を見て意見を欲しいということで授業参観の親御さんたちに紛れて ある6年生を見学させていただき感想,感想などをさせていただきましたこの日の題材は困ったプレゼント内容は、えー、念願のかわいいケーキ屋を開業させた主人公の加藤君に親友の鈴木君から店に飾ってと手作りの品が贈られたその品は店の雰囲気に全く合わない大きなにわ鬼のお面 鬼のおめ <laughs> 加藤くんは友達の気持ちを汲んで飾る,が飾るか店の雰囲気を守るために飾らないかで悩むという内容先生はあなたたちならどうすると生徒に尋ねた生徒たちは飾る飾らないそれ以外を選び理由を述べたえ生徒たちは飾らないと鈴木くんに悪いと答えるものや別の場所に飾るなど えー、店の雰囲気は壊したくないけど鈴木くんの気持ちも大事にしたい答えは様々どちらがいいかと揺さぶる問いで戸惑う生徒もいる中で先生は加藤くんも鈴木くんもどちらの思いも大切にする方法を考えてみてと呼びかけました生徒たちは「店の雰囲気を大事にしたいからやっぱり他の場所に飾っていいか聞く」とか 友達同士でもコミュニケーションが大切という内容が飛び交い正直しっかり考えるのだと私自身思いましたさらにこのクラスで相手と話をするという考えが生徒たちも共有された,となたのだと感じました会社などでもチームのメンバーと盛んに議論を交わして 問題解決を図る手法を用いますが今回の道徳の授業も考え議論するる道徳を目指ししているのだと感じました,ただふと疑問に思ったのがこれが新しい取り組みで特別の教科として格上げというならば今までどんなレベルのものをやっていたのだろうという少し違う意味でぞっとしたりもした。 チームの若いメンバーが突拍子もないことを言う時もあるがそれは個性だと受け止めていたがもしかして考え,え議論する道徳がなかったせいかと思うと考え深げになる自分がいましたとのことですさあ、長い文章ありがとうございますいかがですかこの道徳の時間そして議論する議論するというのは普段はね皆さんお二人は やってらっしゃる作業かなと思いますが、はい、その中でじゃあ道徳の時間にどう生かすかとか <laughs> 教育に生かしていくかとかっていうのは考えたことがありますかんんどういうことこの議論するというのがやっぱ大事そ,それを道徳の時間にそうですね議論がどうこうっていうのはあんまり考えたことないですけどやっぱりコミュニケーションっていうのはね、うん、あの人間の 基本ですから、はい、まあもちろんね大切なんだよっていうのは分かるし、うん、でもこういうのをあえて授業でやらないといけないっていうのはまた不思議な気がしますよね私も思いました、うん、なんか要はあの特別な授業として格上げってなってるじゃないですか逆に自分の感覚からしたらなんかレベル下げてるんじゃないかなと思って。 当たり前だよと<よ>これはそうそう要はあの、うん、前の道徳昔の道徳っていうのもやっぱりちょっとね感動する話とか <laughs> いろいろあるじゃないですかあそれでそれぞれがそれぞれの子供がそれを受け止めてうん、うん、考えて、ね、やっぱ道徳心って育まれていったさ逆に捉えるとそれが今できないわけですよそれだけけだと足りない<ー>わけですよねだからそういう変な時間とかそうそうそう,そうだからそこから教えないといけないっていうのはまあ大切な ななんだけど、うん、ちょっと寂ししいというかねね気がまますでも本当にこのコミュニケーションをあえて取らせる議論させるっていうのはいいかもねお互い考えるきっかけになるさ。あなんか実際に見てないから、うん、あのこのメールの文章だけだから何、うん、とも言えないけれど、うん、ここを見る限りでは、うん、なんかい。 そんな意見統一する必要ありますかってみーきゃ思って嫌だったら飾らなければいいし <laughs>、はい、鈴木君が好きで <laughs>、ね、気に入ったなら飾ればいいし <laughs>、ね、自分の意見をあの持つっていう言うっていう場だったらいいけどんかえこんなになんか子供が今も昔も子供の本質って多分変わらないじゃないですかだけど今風に変えてしまってんのって誰かなって思いました。あなるほど、ねうん 確かに、うん、そ,うそういう考えもある、ねうん、いや今のミーキーの意見はすごくいい点をついてると思っていて、うん、やっぱ道徳が強化になることでやっぱり、うん、<laughs> 道徳が強化になることでやっぱり点数つけないといけないですよね <laughs>、うん、つまりだから結局あのこの鈴木君だっけ、まあうん、お鬼の面をくれた人のことを考えなければ。うんうん 点数を低くするとかなんそういうことがあったりするとさっき言ったミーキーが言ったようなそういう自由な考え方っていうのが制限されてしまうにね。そういう面ですごくこの道徳を評価にすることに関してはやはり問題視されてたのかなと思いますだから多分意見に対しては点数つけれないじゃないですかだからより活発に発言して人って。 ししたたた人とかでなったらまた別だしね、うん、それは言わない人もいて言う人もいてっていうだからこれって道徳でね点数つけるっていうのはちょっと合わないよねそこはないですよですねやっぱりどう考えてもこれはあれだな国民のさ考えをまとめるさ。<laughs> 陰謀論出ましたで,しでもね、実際そういうふうに <laughs> <laughs> な、なんちいうの、やっぱり洗脳じゃないけどね、うん、やっぱり上の人が言ったのが正しいみたいな感じになっては、困りますよねやっぱりさっき言ったように、子どもたちの自由な意見が出るような形で運用されるといいんですけどね。ただ、あのーまあ、ミキちゃんの場合、芝居やりながらっていうのは、うん、そういう議論とかするんですか、割と。うん 演劇は議論する人もいますね私はねしませんあんまりそうん。あの一応演出家がこうやってっていうところはやりますよ演出だからけどそれ以外は誰かに言われるまでは自由にやっていいんでしょっていうやり方なんですよだから議論したら決められちゃうから逆に他の人にやらないです こここうややっってて言われたらりますでもあれよねそれ突き詰めたらさその個性が出なくなるでしょ演劇でだからだから自由にある程度自由にある今の方がいいんじゃないのって思うんですけどね一応個性は出さなくていいっていう人も多いんですよ演劇ではだから何とも言えないけどそうなんだ僕のイメージだとやっぱりみんな役者さんとかもガーって意見やってなんか作り上げていくって勝手なイメージですけどね そういうところもありますかなり劇団とかは多いと思います。ミキはフリーだから。劇団の色にもよるわけね。あそうです。劇団によってそういうまあ監督がしっかり何ちゃうの肩にはめていくところもあるし、まあ自由活発にどんどん表現していくような場所もあるので。あります。なるほどね。だからえっと例えば会社の場合っていうのはどうなんだろう。えっと。

今と前を考えた場合って、うん、だから難しいんですよね、僕、この会社の雰囲気がそうさせなくしてたのかはい、はい、それともやっぱり、組織が成熟されてきてそうなってるのかっていうのがちょっと分からなくてな、はいはい、だから、その例えばゆとりって言われてる子たちがやっぱり割と入ってるので、うん、若い子たちがね、その子たちが議論ができないのか、うん、それともやれるけど、 このこういう環境でいるからなかなか言えなかったのかっていうのがちょっと分からなくて今ずっとね考えてたんですけどどうなんだろうかなとだからこういうもしかしたら場でやっぱり議論させることは必要だよってなるかもしれないし本当に今の子たちはもしかしたら自分の意見を出さない要するにもうネットとかで出してるからいい,い,いじゃんみたいなわざわざこう。 面と向かってやるよりはみたいなことなのかなとかも考えたりしたんですよ。うん、そうなった。ら危ういなと思って。それこそ思想の統一ではないけども、うん、なかなかね。難しくなるのかなと思いました。さあえー、っとですね。これに関して。意見も来てますね。えー、ルドルフさん道徳を点数化できる教師などいるんですか？先生はこんなにえー、ご立派なんですか？ということで。<laughs> 来てますね。ねこの基準も難しいですよね。うん、本当に、えー。どうなんでしょうか。ちゃんおかさん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして来てます。ええー、と。これ読みますよ。もう来てるのは全部読みます。はい。<laughs> はい。ええー、ジャムクラッカーさん。はい。はい、山内さん、捕獲の皆さん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。観光協会の不正会計。 市民納税者として残念ですよ、うん、タスクタスクホースってあるタスクホースつ作ってなぜこのような事案が起きたか検証今後このような事案が二度と起きないようにしてくださいうん、うん、まあまあコリンザの図書館が上出来だからいいかあと未来効果が、えー、早稲田実業に勝ったし <laughs> 沖縄市は今年もうまくいくでしょうってきてますね。うん、ジャムクラス母さんありがとうございます。タスクホース何すかかんな何ですか、ね、<laughs> 何だろう,何だろう特別チームみたいなニュアンスかな <laughs> 何だろうダースベイダーをしか思い出さないでん <laughs> でだろうダスベイーダー <laughs> まあでもこ、このこここれにまあ何て言うのかな関西員。 がありますのでそこででまま深くやってははおりますお<う>、はいで報告書も出してますので、うん、その辺をご覧になっていただければこれまた継続して監査していくんですかあの今年度もこの観光物産振興協会をやるかどうかはわからないんですけど、うん、通常あの外部団体っていうのは毎年はやらないんです、はい、やらないというかできないんですよ。 僕らもね、人員も時間もないもんですから、はい、ただやっぱり何て言うのかな気をつけて見てはいきますね細かくはやらないかもしれないけど、うんはい、議会もそうだけどね、はい、っていう感じですはい、はいえー、これはねやっぱちょいちょいと見守っていきたいなと思います、えー、すいませんツイキャスを更新してもらっていいですかは すはい、続いていきたいと思います。次のメール。そんな図書館に関するご意見も来てますよ。<え>えー、これはピーチジェルさん。捕獲問わずの皆様、こんばんは。こんばんは。突然ですが、コリンザにできた図書館に行ってみて思ったことがあります。はい、中もすごくきれいで子供を遊ばせる場所もあり、本の種類もたくさんでとても良かったです。ですが、 子どもを遊ばせる場所があっても結局みんなその場所では読み聞かせなどをしているので子どもがうるさくしたりぐずって泣いた時は周りの目が痛く外に出るしかありませんでしたなのでいっそ子ども専用の図書館があればいいのにと思いました絵本だけ置いて子どもが騒いでも気にしないような図書館があれば親子で利用する人が増えるかと思いましたがいかがでしょうかなるほど あと子供のコーナーと大人の本の場所が遠いよう,う、遠いようとかね。はい、あれだはずね。やっぱりある程度賑やかになるのを想定してちょっと距離を離してると思うんですけど、うん、どうなんでしょうね。例えばわざとさ、うん、この子供コーナーだけ音楽流してからワイワイできる感じに、取得とかね、取得のか、うん、あるいは こういう場所ではある程度静かにしないといけないよっていうしつけにも使うのかあ,あなるほどねどっちが正ししいいのかななこれどうううう方針なんでしょうねうんそうだねそだ子供がやっぱり本に本で本を読めるっていう、うん、本を楽しめるっていう環境を作るのがまず,まずそもそものコンセプトだと思うのではいはい、はい。 自分的にはやっぱり静かある程度ね静かにするべきなのかなっていう気もするんですよ、うん、だけど読み聞かせとかって違う場所でもできるさ、うん、大人が読み聞かせるわけじゃないですかだからさっき言ったようににぎやかにするのも一つの手なのかなって思います、うん、どっちいいか例えば今ねほら奈良さんが連れてきてる子どもたちも、うん、結局ほら 騒ぐわけですよ騒ぐというかおとなしくはしないじゃないですかそうすると例えば周り気にして図書館一緒に行けないとかってなるのかなと思うんですけど大人もうるさくしたらいいんじゃないですかこれ図書館でも俺いいこと言ったと思って、まあ、図書館ってやっぱ静かにしないといけないのかね<ー>そうですよね <laughs> まあ。 うん、まあねミキー図書館よく行くんですけど沖縄市の、うんうん、子供の声がうるさいって思ったことないんですよあの走ったりしてる人いるからうん、うん、遠いからだなって今気づいたんですけど場所が <laughs>、うんうん、メール見て、うん、そんなにこっちは気にしてないけどなこれはあれよねだから中にいる子たちよねこの子どもコーナーの中にいる子たちの中でにうるさくしちゃったら 他の子供に迷惑になってるからっていうところで<ー>やっぱ図書館はあのうるさくしたらダメな場所って言われている子供は、うん、うるさくしてる子供を見てうるさいっていう顔するんですかね <laughs> すると思いますよ<ー>人によるのかね年齢にもよるしねどうなんですかね本当に僕は逆に静かだと嫌なので、うん、わざと 音立てたりすすするんででよもう迷惑それは問題な,の <laughs> <laughs> なんかね子供と行った時もわざとちょっと「おいで」とかってこう行ったりするんですよこの何て言うの自由にしていいよみたいな感じじゃないけどもでも本来だったら静かにする場所かねどうなんですかこの辺聞けないんですか誠さん誰か。 <laughs> 聞けますけど、ね、やっぱり基本的には静かにする場所だと思います <laughs> <laughs> 一般論としては <laughs> やっぱ迷惑かなーいやーうんやっぱりでもなんだろうね限度があると思うけど、うん、やっぱ子供が泣いたりとかそれはもう許容してもらったうん、そこはねもうしょうがないですかもらいたいなと思うし例えばあそこでね急にエイサーを取られてもそれは確かに「<laughs> おいここは年をかんだよと」と、うん、注意せざるを得ないし <laughs> 子どものこういう泣き声であったり、うん、まあちょっとね <laughs> 騒いだりするっていうのはやっぱりちょっとまあ許容してもらえないかと、うんね、お互い利用者でねそ,そこら辺は許容してもらえないかなという感じはしますけどそれあれですかねその職員の方が、うん、気にしないでいいですよみたいな促しというか。うん そういったことがだからどの視点で立てられてるかだと思うんですけどねうん、うん、どうなんですかねこの辺、えー、ルドロスさん来てますどこもやかましいのはおっちゃんおばちゃんたちですよ <laughs> <laughs> なるほど、ね、子供なんか静かなものです <laughs> <ー>はい静かなところがあってもうるさいところがあってもいいのではないかと思いますどちらかに決めようとするところが問題なのではないでしょうかということですね、うん 子供が遊べる場所を作って一緒に本を読んだりする場所があってもいいのではないでしょうかということですあそこって平日8時までですけど子供もずっと8時まで入れるんですか子供だけだったらだめじゃないなんだ例えば中高生だったらいいと思うんだけどそうですね今日はですね結構メールも来てますね。 <laughs> ジャムクラッカーさんから来てます。山内さん、捕獲の皆さん、こんばんは。図書館は静かで決まりでしょそうだよね。そうなんですね。そして、ええー、ま、りさんからも来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。道徳教育の過去の問題。今月ねは悪いやつ。今月ね。今月ねは悪いやつと、えー、言った子供に。 子供らしくないという大人の感想を都合を押し付けた時期がありましたと<ー>ゴンギツネは報いを受けて当たり前、えー、罪滅ぼしは身勝手な行為で打たれて当たり前と感想を言った小学生がどういう点数になるのか教えてくださいとのことです<ー>ね、この辺どうですかね<ー>難しい問題ではあると思いますこの辺りはもうどうな 総務省のああれじゃいやだからそもそも点数つけるべきではないですよ。うん、ね、うん。ありえないと思う。これはじゃあもう抗議する。<laughs> またなんか査定をしてるね。<laughs> ちょっと様子見てみる。る実態どうなってるのかをね<ー>どういう点数のつけ方をしてるのかわからないですからね。なるほどムクロッカーさん 図書館は静かであるべきだと思います。私は自分の子供たちを沖縄国際大学の図書館に連れて行きます。<ー>図書館はやはり静かに本にだ本に触れる場所だと思います。とのことですね。ねやっぱね、うん、そういう方も多いんでしょうね。うん、僕ごめんなさい。あのもう静かにします。普通,普通はそうです。<笑><笑>ごめんなさい。4。国の図書館は静かにするけど、<ー>こっちはどうなんですかね？わからない、ね。<laughs> <laughs> いやでも確かに家っていてオキコ国の図書館っていうのは本当に専門書が多いと思うんですよ多分子どもの本っていうのは逆にないんじゃないかなと <laughs> こういう幼児であったり小学生であったりそういう子が来ることを想定していない図書館なのでやはり、まあ、やっぱ静かにしないといけない場所かなという感じはしますけど逆に沖縄市の図書館は、まあ、子どもからお年寄りまで来ていいという。<laughs> うん そういういいいいい間口が広い図書館なのではいはいはい、ちょっとこの沖国の図書館と比べるのは、うん、どんなかなとは思いますけどまあちょっと思い出したんですけど、うん、前の,あの沖縄市立図書館、はい、行った時にやっぱり子どもコーナーすぐ入り口の右側にあったんですはい、うん。でも考えてみたらそんなに騒いでる子っていない,よねいなかった,、ねうん、だからたまにね。 ちょっと何て言うのはしゃいだりっていうのはあるけどやっぱりその都度親が注意したりするじゃないですかやっぱり本来そうだと思うんですよだからやかましい図書館はダメですねでもダメですなるほどそっかこれニーズがあるなら面白いのかなとか思ったけどそうそうだから面白いかなと思ったんだけど公園行けばっていう話だからただから やっぱりこれはあのちょっとさっき触れたけどこういう場所ではこうし,こうしないとだめだよっていう公共心を養うべきだと思います。はんはんなるほどわ、はい、かりました、えー、それではですね、まあ、図書館の話ではないんですけどもちょっと過去に来たメールも紹介したいと思います、うんえー、続いて、えー、モ,ンモンゴル83ほ<う>、えー、捕獲とワーズの皆様こんんばはこんばんは。こんばんは え番組は聞くことができないので早めに送りますと早めに送っていただいたんですね4時ぐらいに来てましたねえ先週の放送も面白かったですよで先週の放送で図書館の話が出ていたので早速行ってまいりましたがすごく綺麗でした本の位置も分かりやすくて前の図書館も味があって好きでしたがやはり駐車場があるのが一番いいですねでまた話は別ですが質問です沖縄市の今年の臨時給付金は何で急に上がったのですか 去年は3000円で今年は1万5000円、うん、1>, 1年で5倍も上がるのかと驚きましたうん、うん、変動があるのはなぜですかとのことですがこれはいかかがですか、うん、かあまりわからないんですよね一応臨時給付金というのはあの例えば、うん、ちょっとまあ所得がね、はい、あの高くない方に、はい、給付される、うん、特別なものなんですね、はい、であのちょっと調べたら、うん まあ、消費税がどんどん上がっていく状況があってそういう中で、うんまあ、去年3,000円だったかはちょっと僕は覚えてないんですけどうん、うん、そういう中で今年は1万5,000円に全国的に上げますというのは見ました。うんうん、あど、あのー、どんどん、ね、物価も特に食品関係上がっていいくという方向 はいはい早速ね今日の新聞にも出てましたけど10割と上がっているそういう中で1万5万五千円になったとなるほどいうことでございましたよだから5倍いったらね大きく感じるけど1万2千円増やしたって捉えたらそうでもないからねそういうわけでもないけどねまああの多分ねあの単純にもらってね嬉しくないわけではないので単純に このなんでかなということで送ってきていただいたと思うんですけど国が国が定めたやつで増額したよってう、ね、たいうことです。と、はいうことでねなやさんもそれで OK ですかはい <laughs>、えー、それではまことさん何か告知があるとのことですがああちょっっと待って忘れ物がまだ届いてないですね。あ,あ,とあと一個なんか,やっといてかりました。<laughs> えーっとですね <laughs>、はい、それではちょっとねまつりさんからも。 過去来ていたものを紹介したいと思いますえこれいきましょう公共交通の不備という話ですねインフラ整備の不備ということです沖縄の公共交通は車依存で車はえ排ガスも出して環境には悪い部分もあるかもしれません東京のように公共交通が充実して周辺がベッドタウン化のようになり 経済が回るように沖縄もそんな風に内需で経済が回らないと厳しいかもしれないですね、うん、ということですが、うん、これはねあの車の話多分公共交通要するにバスとかの話をした時のことなのかなと思うんですけども東京のように交通公共交通が充実するということですが、うん、えっと沖縄市はやっぱりこの沖縄市のねバスは 出てますけどもばすやっぱり大半が車、まあ、沖縄市だけじゃないですけど車ですよねはいこの車社会を変えるというのは難しいうん難しいねた,、まあ、ただ、まあ、やっぱり沖縄は本土に比べて公共交通機関は本当に脆弱というか弱いので、うん、どうしてもね車使わざるを得ないんですけど一方でこういうバスとか例えば路面電車とか充実させても、うん 採算が取れない可能性が高いんですよ、沖縄の人口だとね。うん、まあ、本土でもそうだったんですけど、うん、やっぱりほとんどといったらあれですけど、うん、自分が見てきたところは大体もう赤字を行政が補填している形だったので、だからそれぐらいの覚悟というか、を持ってやらないとなかなか難しいですよね。うん、でも本当に、あのー 沖縄市の循環バスはもうお年寄りとか子供は重宝して、うん、もうありがたく使ってもらってるんで今後はもう超高齢社会がどんどん進む中そういったところも見据えてやらないといけないとはなかなかねやっぱり車だけに頼るこの環境にも悪いということで、うんはい、すがーただ、車便利なんだよな。そうね車 車楽しいからな。楽しいしね、毎日運転しないと、私ね、イライラするぐらい車好きなんですよ。わかるわ、うん、車いいよね。僕も沖縄市那覇ぐらいの距離が一番こう乗ってて。いい,ですね、いいぐらいなんですよね。はいはいはい、あの距離。難しいね、この辺は。うんはいうん さあえー、とジャムクラッカーさんからも来ています山内さん捕獲の皆さんこんばんは,こんばんは沖縄市の図書館書籍フロアも充実してますいいですあと自習室もかなり充実してますが、うん、あのできすぎた自習室、うん、ハングリー精神の構成には上等すぎます <laughs> もっとポンコツの建物が向上心が培われる図書館だと思いますよということでなるほど <laughs> どんどん使って、汚してほしいですねうんうん、うん。ポンコツにしていきましょう。<laughs> はい、あの、こっちのテーブルに、こうやって、あの、掘ったりして。<laughs> <laughs> 普通の小学生や、ね。確かに。ね、うん、まあ、上等です。皆さん、ぜひですね、あのー、図書館、はせっかくできたので。うん、えっと、いろいろと、利用していただきたいですね。そして、どんどんこちらに。この、感想とかね、注文があれば、うん、えっと、送ってきてください。うん この二人がどうにかすると思われますので。よろしくお願いします。はい、さあ、えー、お時間です。どうぞお知らせ。はい、今回ちょっとまたイベントを仕掛けておりまして。ほうほう第一回、うん、沖縄市長杯アームレスリング大会。お,お、すげえ<ぜ>、はい。全日本派遣大会でございます。お<ー>えっとですね、これ今回あのー、アームレスリング。 沖縄県アームレスリング連盟の協力もいただきましてミュージるんだ。音市場もちろん沖縄市もですね協力してもらってですねもうこちら沖縄市の大会で勝った人を全国大会に派遣しようということで実は沖縄ってアームレスリング盛んでして今までも全国チャンピオンとか世界大会に出るような人とかが結構いらっしゃるんですよ。 世界でも強いんですか、日本っていうか。まあなかなかいけてるね。すげえ。うん、そうなんだ。ちょっと順位は覚えてないんですけど。はいはいはい。でそういう方々もいらっしゃるので、うん、かつ全国のネットワークも活かしてですね、はい、全国大会トップクラスのメンバーもこちらにご招待して、大会をしようと素晴らしい思っております。日時が。うん 7月7月の23日日曜日ですね試合開始が1時となっておりまして、うん、会場はミュージックタウン音市場で一般観覧料は2000円となっております<う>結構高いね<ー>まあ <laughs> いろんな人出るからね <laughs>、えー、もうだから要は やっぱりメジャーではないんだけどもうもうマニアにはたまらないマニアにはたまらないもう本当に知ってる人は知ってるすごい人たちがも一回見てみたいですね結構やっぱり盛り上がりますよあの前も何回かやってるんですけど中野町公民館とかでやっぱり燃えるしね知り合いが出たらね燃えそうですねはいナイスさん出てください いや俺そんな強くないしあ、そうなんだこの各太ってるだけだから各カテゴリーの参加者も募集しておりますのでカテゴリーもあるんだはい75キロ級とかも七十五キロ以上とか以下とかですね体重ではい左左利きとかこれで大人ですか女性とか今回は大人でただいずれはあの まあ子供も含めて新新商社の方とか<ー>い,い,いろいろいらっしゃるんではい、はい、やっていきたいなと思っておりますよこれはあれですね。沖縄県大会を沖縄市でやるとそういうことです、ね、確かにそうなりますね、はい、そういう大会にしてまいりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします,いいす、ね、今度ポスター持ってきますんで貼ってくださいこれ申し込み期限っていつですかちょっと待ってね、はい、これ中継したら ええ、講座でそうだよ。簡単に山口さん、習ってないじゃないですか。ボクシング、習ってるじゃないですか。いいよ。あ、ボクシング、習ってるの。習って。習ってるサッカーとかもやってるらしいですよ。そうです。僕、結構ね、筋肉あるんですよ。こう見えて。ああ。えこう見えてね。育成中ですね。まだ、育成中。さあ、捕獲と技、お送りしてきました。今夜もですね。本当に、あの、皆さん、ええと、コメント、そして、メール、ありがとうございます。このように。 この番組ではメールをですね、えー、募集して、直接市議のお二人にぶつけることができますので。どんどん皆さんメールしてください。よろしくお願いします。お願いします。お,ますお相手は。桑江直也と。上条美紀と。中曽根誠と、fm ことの山内でした。それでは皆さん、また来週、さよなら。さよなら。ありがとうございました。